お絡まりが多い。はい、じゃあこちらが袖レースニットになります、はい、品番が C の5049です、はい、はい、お色がまずみーちゃんが着ているのから、はい、こちらがセージグリーンです、はいはい、続いて手に持っているのがブラックです、はいはい、そしてアイボリーです、はいはい、ダスティーピンクです、はいはい、そしてモカベージュです、はいはい、りっちゃん着ておりますのがボルドーになります、はいはい、でこちらは6色展開になっております、はいはい、お値段いきます。じゃじゃん、1900円、イエーイ、はい、でこちらも12月9日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、これはですね、はい、お袖がとにかく可愛いです、うんうん、お袖のこのレースがすっごいね、あの手元とか写真撮るときにめちゃくちゃ映えると思います、うんうん、はい、で結構身幅は、うん、まあ、ぴったりしてるので結構女性らしいラインには仕上がるかなと思うんですけど、はい、あの意外となんかジャンスカのインナー使いとかしてあげると上半身の厚み気になる方とかは使えるんじゃないかなと思いました、うん、はい、で結構がっつりタートルです、うん、しっかりタートル、がっつりタートルで、私は正直長時間着てると苦しいなっていうぐらいのがっつりタートル、うん、なので首長めな方におすすめかなと思いました。でもこのお袖のデザインが珍しすぎるので、はい、めちゃくちゃ可愛いと思います、うんうん、そう、1900円安めって、そうなんですよ、うん、そうなんです、すごいお得なので、こんだけこの袖コンシャスというか、うん、このレースの感じがあるのに、うんうんうん、このお値段はなかなかないんじゃないかなと思います、はい、はい、久々に見たらゆみちゃんペアで嬉しいです。あ、嬉しい、可愛すぎます、ありがとうございます。スーキーさんかな、ありがとうございます、うん、はい、今来ました。昨日息子の、昨日子供のが誕生日でした。カザとくんでいいかな、カザとくんとゆあちゃんかな、はい、うんうんうん、スクショいたしました。はい、はい、あ、それのレースかわいい。でもタートル苦手、あー、タートル苦手な方はもしかしたらちょっとみーちゃんも苦手や、苦手です、どっちかというとこんな感じになるので、うん、そう、結構がっつりですね、うんうん、首の隙間とかも見えづらいと思います。そうやね、うん、でもね、あのめっちゃグッて苦しいわけじゃないので、これは、うん、結構ゆとりはある方ではあるかなと思うので、うん、苦しさはまだマシなんですけどね、うん、はい、タートル1回折りのみですか。タートル私は1回折りにしてます。2回とか折れる、これ2回ちょっと折ってみましょうか、うん、今日誕生日の方多いですね。ちいさんも昨日誕生日でした。これもう私が多分このレオパードのスカートを履いていることですごいコメントが読みにくいことになってしまってますよね、多分ここが今すごい自分でも思いました。これもジャンスカに合いそう。そうなんですよ、みーちゃんが最初言ってくれてたんですけど、すごいジャンスカに合うと思います。こうやってアップで折ればいいんやそしたらコメント読みやすいんやね、はい、2回折ったんですけど、まあ、2回折ると見えるんですけど、このポなんていうのやろ、クロンってなってる、そう、ここがクロンってなるから1回折りの方がおすすめかなっていう感じがしますね、かなと思います。私アップで折るねじゃあちょっと見てみましょうか、はい、これはね、あの次紹介するんですけど、うん、結構腰張りは拾うと思います、はい、で透けは気になると思うんですけど、ここまで裏地はついてるので、うん、大事なところは見えないので後で紹介します。はい、ゆみちゃん何色推しですか。でも黒が一番締まっては見えると思う、うん、インナー使いもしやすいですし、はい、ゆみちゃんボルドーが結構新鮮ですごい好きです、うん、かわいい、うん、でも定番はやっぱブラックかなと思います、はい、1回折り返して2回目内折りだとメロに見えるけど変かな。あー、1回、うん、1回折り返し、あ、こういうこと、ここで折るってこと、かい、ここでこう折るってこと、あー、そういうことか。なんかでも不安定、落ちてきそう、不安定、落ちちゃう、ちょっと落ちちゃいますね、落ちてきてますね、そうですね、落ちてくる気がする、落ちてきます、うんうんうん、違うって言われた、違うのか違うんや、違うかな、それかと思った。どうったらいいんや、こう、それかもう完全3つ折りにするか、みーちゃんは多分折って折ってってしてくれたけど、
こう完全にメロを見せないっていう方法もありますよ。あでもなんかもったいないな。でもそれそう可愛いけどメロが、そしたら首元確かにそんなにならない。中に折るって書いてる。でも中に折っちゃったらメロが、あメロをちょっと見せて中に折るっていうことですか。こう違います、こういうこと、こうじゃない、あそこか、こういうことですか。合ってる？こうかなって思ったけど、こうやと解釈してしまった。これは違います。そう。ここにピロピロが来る感じもできる。できる。ってなるとここがちょっと見える。うん。みーちゃんのかな？あ、そうなんや。あ、そういうことか。うんうんうん、中に一回言ってした後にこうするってこと？みーちゃんどうやってやってんのよ。なんかできました、なんかできました。でも中に折ってこの出てるのをみーちゃんそれだって、あこういうことか、当てたってなると私でも多分切れる、ここがキュッと出るので、うん、いけました。まあ首元気になる方はいろんなバリエーションで折れるので折っていただいたらいいかな、うんうん、私がでも切るならこの折り方やと思います。うん、うんな、ちょっとがっつりタートルがちょっと息しにくかったので、うん、伝わったかしら。はい、いちゃんはでもがっつりタートルぐらいで全然似合ってるかな、うん、と思います。はい、こっちじゃないや、こっちやな。はい、じゃあ変えていきましょうか。うん、そうやね、色変えようか。私さっき変えてこようか。 OK です。それともベーシックに私黒着てこようかな。じゃあ黒に、黒かわいい。でも黒にそれこそこれとかかわいいよね。あ絶対かわいい、ね、ちょっと上だけ変えてきます。じゃあそうこれね、あのつけてるんですけど裏地がね、うん、ここまでしかないんですよ。で黒のタイツ履いてるので、うん、一応大事なところは隠れてるんですが、ちょっと透けは後で紹介するんですけど気になりそうな予感がしております。首長いのがコンプレックスで隠したいので欲しいです。あ、うん、なるほど、ね、そういう方もいらっしゃいますよね。やったら切れそう。あの一番ちょうどいいと思います。結構がっつり、ほんまにがっつりタートルなので、みーちゃんの折り方だとかゆみが出なさそう。そうですね、 ここの根元の部分はあれかもしれへんけど、ここは出るので首短め族でも切れそうですね、この折り方。短め族、短め族首長族の反対語。そう、首短いから私。うんと、あ、がっつりタートル肌はそうですよね、そういう方もいらっしゃいますよね。低身長 OK なスカートは今日だとどれですか。これ以外やと着れると思います。これは結構がっつりヒール履かないと。ほんまやね、みーちゃんかなりめちゃくちゃ長いですね。そうぐーちゃんでも長いって言ってやったので結構高身長さん向けかもしれません。うん、はいはいはい、くるっていきました。うん、じゃあみーちゃん違う色着てくる。はい、はい、またこれアップになっとこう。レオパードが見えない事件になるので。はい、いーちゃん今のブーツとトライアングルどっちが履きやすいですか。うん、トライアングルは持ってるんですけど、あ、ストレッチも持ってるんですけど、サイズ感的にはゆったり履けるのは今日のやつ、今履いてる方がゆったりは履けますね。ただあのしっかりピタッとした方がお好きだったらトライアングルブーツの方がいいと思います。中腰しんどいよ。しんどくないんです、筋トレします。大丈夫です。こっちの方がでも読みやすいかなと思いまして、あとまあトップスですしね。はい、みーちゃんのレオパード今日じゃないんですよ、これは。はい、これはね、あのマナオデイズさんコラボのスカートでして、もう結構前に、はい、出ております。黒だとどうしても多少ほこりついちゃうよね。いやでもね、あ、まあ、ちょっとついてますね、ちょっとだけですけど、まあ、全然こうコロコロしたりとかこうピピってしたら取れる範囲内じゃないかなって思います。はい、
いーちゃん先ほどはウエスト曲げてみてくださりありがとうございます。もう一つごめんなさい、イエベだとブラウンのレオパンのが合いますか。いやどちらでも合うと思うんですけどね。でもどっちかというとコーデは組みやすい感じです。ブラウンの方がイエベさんだったら多分トップスがそういうイエベ寄りのものが多くなってきてるんだとブラウンの方が多いかもしれない、いいかもしれないです。イーちゃん何歳ですか。29歳です。はい、いきますね。リップはまたちょっとおしゃべりコーナーとかでご紹介します。はい、あ、いーちゃんマフラー講座、あ、よかったです、参考になって。不器用だけど真似します、ぜひしてください。はい、はい、お待たせしました。さっきの折り方でできましたが、あ、いい感じですね。ジャンスカめちゃくちゃ可愛い、うん、そのジャンスカにもやっぱり合う。うんうんうん、なんかデニムのジャンスカとかでカジュアルになりすぎる、なりすぎるのが苦手な方はこのレースで結構女性らしい、なんか、うん、なんていうのガーリーカジュアルみたいな感じでも仕上がるので、はい、そっちまで乗ってると使えると思います。はい、思います。はい、うん、はるちゃんの中腰懐かしい。あ、確かに、そう、さっきそれを意識してました。こうやってずっとやってたからはるちゃん確かに、ジャンスカ可愛いね。ジャンスカ合わせめっちゃいいと思います。合うと思いますよ。はい、はい、ジャンスカには白合わせがいいですね。そうですね、うん、でも黒でもなんか黒にネイビーとか、ネイビーじゃないわ、カーキ、うんうん、とかでもすごくおしゃれだと思いますよ。はい、はい、なんか毛玉ついてる、うんうん、毛玉毛玉なんかの毛玉首の長さ選べるのってあるんですが、折り方を変えてるだけなので、そうです、はい、自由自在に折っていただいたらいいかなと思います。はい、はい、ジャンスカ低身長さんでもいけますよ。みーちゃん152センチだからね。はい、はい、袖部分近くでパパッと見せてほしいです。パパッで他の色も見せてみましょうか。結構同系色の、うん、全部同系色なんですよ、うん、モカっぽい、モカにちょっとグレーっぽい感じかな、レースがで、ピンクもピンクのレース、うんうんうん、です。こんな感じです。はい、になります。はい、じゃあこんな感じで、はい、はい、